母の日にあてた自家製のケーキ母の日のケーキ母の日は日頃の母の苦労をねぎらい母への感謝を表す日アメリカでは以下のアンジャービスへの教会での追悼に遡り毎年5月の第2日曜日に祝い日本もそれに習っているがその起源は世界中で様々であり日付も異なる例えばスペインでは毎年5月第一日曜日 北欧スウェーデンでは毎年5月の最後の日曜日にあたる。マザリングサンデーは移動祝日でキリスト教歴のレント期間の第4日曜日に祝われる。17世紀に始まったとされ、奉公中の子供が教会で母親と面会するなどの行事が行われる。1916年、ノーザンパシフィック鉄道による 母の日のポストカードアメリカでは、南北戦争終結直後の1870年、女性参政権運動家、ジュリア・ウォード・ハウが、夫や子供を戦場に送るのを今後絶対に拒否しようと立ち上がり、母の日宣言を発した。ハウの、母の日は、南北戦争中に、ウェストバージニア州で、母の仕事の日と称して、敵味方問わず、負傷兵の衛生状態を改善するために、 地域の女性を結束させたアン・ジャービスの活動にヒントを得たものだが、結局普及することはなかった。ジャービスの死後2年経った1907年5月12日、その娘のアンナ・ジャービスは、亡き母親を忍び、母が日曜学校の教師をしていた教会で、記念会を持ち、白いカーネーションを送った。これが、日本やアメリカでの母の日の起源とされる。 アンナの母への思いに感動した人々は、母を覚える日の大切さを認識し、1908年5月10日に、同協会に470人の生徒と、母親たちが集まり最初の、母の日を祝った。アンナは参加者全員に、母親が好きであった白いカーネーションを手渡した。このことから、白いカーネーションが、母の日のシンボルとなった。アンナ・ジャービスは友人たちに、 母の日を作って国中で祝うことを提案。1914年に母の日はアメリカの記念日になり5月の第2日曜日と定められた。オーストラリアでは母の日は5月の第2日曜日に祝われる。母の日に贈り物を贈る習慣は1924年シドニーのライクハートに住むジャネット・ヘイデンによって始められた。彼女は ニューイントンの修立女性老人ホームを訪ねた際に多くの孤独で忘れられた母たちに出会いその女性たちを喜ばせるために地元の学校や企業の協力を取り付け贈り物を送ることにしたそれから毎年彼女は贈り物の習慣の規模を少しずつ大きくして地元企業や市長にも協力を取り付けた以来 母の日の贈り物の習慣は商業化されていった。伝統的に母の日にはクリサンセマムを贈る習慣になってる。その理由は、ちょうど母の日の季節に花を咲かせ見頃になるため、また、クリサンセマムが一般的にゴビブをとって通称ムームと呼ばれ、ちょうどムームと重なるため。近年では母の日に男性は折り襟に菊のいけ花を刺して、 ピンで止めたり、喫茶をのしたエリショをつける場合もある。母の日ギフト用にディスプレイされたカーネーションの様々な品種大日本連合婦人会が1931年に結成された。その際、同組織は皇后の誕生日である3月6日を母の日としたが普及しなかった。1937年5月8日に第1回森長母の日大会が 豊島園で開催された。その後、1949年頃からアメリカに習って5月の第二日曜日に行われるようになった。母の日にはカーネーションなどを送るのが一般的である。母親が健在の場合は赤いカーネーションを送り、母親が奇跡に入っている場合は白いカーネーションを送ることが一般的である。なお、5月5日の子供の日は、 国民の祝日に関する法律第二条によると子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝することが趣旨となっている。ありがとうございます。